もう頭蓋骨が干部とか手足がちぎれてたりとか人骨がもうめちゃくちゃなんですよつまりこれは大量虐殺の跡なんです世界四大文明とか言われてますねでもねこれ嘘ですはい、えー、皆さんこんにちは百田直樹の「新番日本国旗」第2回です。 前回はですね、まあ日本人とは一体どういう民族であるのか、私たちは何者であるのか、その謎を解き明かすためにですね。旅を始めようということで、第一回は縄文時代をスタートさせたんですが、縄文時代をですね、もう少し詳しく喋しります。前回も言いましたように、縄文時代はだいたい今から一万二三千年前から。で、実は縄文時代の一番最初というのは、多分です。これ私が思うのに、当時の地球上の全世界の中で。 もしかしたら一番進んだ文明っったかもしれないと私は思っています、まあ、それぐらいこの縄文時代の最初は優れたんですよところがまあその縄文時代がですねだいたい1万年ぐらい続きましてその間に世界はですねどんどんすごい文明が生まれてきたんですよ中国のですね、まあ、黄河あるいはヨスコース港の流域あるいはインダスインドのインダス文明中東のですねチグリツ・ユーラテス文明 でさらにエジプトで大きな文明が生まれましてこういう文明が次々にこう農業を発達させるあるいは金属の使用をするということで、ね、日本がずっと縄文時代ずっと同じ暮らしの間にで世界はです、ね、次々にこう新しい文明が生まれていったということです。で今私が言いましたように中国それからインダス文明あるいはチグルというユーフラットスそれからエジプト、まあ、よくこれはですね世界四大文明とか言われてますねで僕ら子供の時に習,習いました世界四大文明でもね。 これ嘘です世界にはね当時他にもいっぱい文明があったんですめちゃくちゃ暑か文明があったんですじゃあなぜ世界四大文明と呼ばれるようになったかと言いますとですねこれはその明治の頃に中国の清ですね日清戦争の清、この清から来た政治家のですね劉慶長という政治家がもう当時の清はねすっごい遅れてて ヨーロッパのの列強にに次々にこう散色されておったわけでですすねねその劉慶長はです、ね、日本に亡命しとったんですが「ああもう中国はダメだもう世界ヨーロッパ文明にどんどんやられてる日本にも後れを取ってるもう中国はダメだ」と言った時にこの日本人がですね「まあそういうな」と「そんな自信をなくすな」と「中国はなかなかすごいじゃないか」と。 中国エジプトとかインダス文明とかあるいはチグレト・ユダス、ーんアンナー同じように世界四大文明の一つだよと日本人が言うたんですねそれで中国の劉慶長はですね「うっそうそうか」と「わわしは世界四大文明の一つなのか」ということでその劉慶長はですね「20世紀太平洋化」詩を作ってですねその中で「世界四大文明」と歌い上げたわけですよ。でそれを日本人が お世界四大文明すごいなと逆にね日本人が最初に教えたのに日本人がその詩を持ってやっぱり中国すごいなということでそれから世界四大文明というのが日本の教科書でよく使われるようになったというだけのことですだから世界ではねそれ以外にもいろんな文明がありますから世界四大文明というのはもう過去の遺物です忘れましょうまあでもね確かにまあ日本は縄文時代をずーっとやってた時にやっぱ遅れたことは遅れてました。 当時中国とかそれからあのギリシャなんかはねすぐ進んでました。ただね一つ言いたい。中国はインという国がありました。これはね考古学上で最初の国と言われてますが、このインはだいたい紀元前17世紀ぐらいから紀元前10世紀ぐらいまで栄えた中国最初の王朝と言われてますが、この中国最初の王朝はものすごく残虐王朝でした。 式のんか読んでてもですねもうめちゃくちゃな残虐の話がいっぱい残ってますでさらに考古学的にも間違いないです実はね、えー、中国には伝説の王朝の夏と書きます夏王朝この実は夏王朝は伝説の王朝と言われたんですが夏、えー、王朝があったとされるその遺跡からですね大量の細菌骨が発見されましたでこのインという国は夏王朝を滅ぼしてインという国を国家を建てたんですが この川王朝の遺跡の中から大量の骨が出てるんですその骨がなんともう頭蓋骨が干渉とか手足がちぎれてたりとか人骨がもうめちゃくちゃなんですよ。つまりこれは大量虐殺の跡なんです。 ですから日本がのどかにですね縄文時代で素敵やなこの鍋作っていい時できたとかで明日栗拾いに行こうってね僕はあの海行って貝を拾おうとかでそうやってみんなで仲良く生きようって言うてる時にですねもう中国ではもうめちゃくちゃゃくな殺し合いをしてたんですねだからそう考えたらね文明の発展中うのはもう何とも言えません。ただ一歩ギリシャは住んでましたね 日本がまたそのいわゆる立山式住居でですね縄文人がそうやって暮らしてる時にですねもうギリシャはなんと紀元前年に第一回オリンピック大会やってるんです,よすごいですよねどんだけギリシャ住んでたかでちょうどその頃にですねいわゆるホメロスというのがねいろんなそのすごい叙事詩を書いてますオデッセイアとかねもうすごい文学がねもうすでに生まれてたんですうねもうギリシャ人は 地球が丸いということをどうもしてたみたいなんですねこれもそうですねどうやって地球が丸いって分かったんでしょうねでもうちょっと下った後にですねギリシャはエラステレスというその学者は地球の直径を正確に計算してるんです地球の直径をこれねよう計算したなと思いますただギリシャ人はですね進んでた理由はありましてギリシャ人の実は半分ぐらいが半分以上かな奴隷を使ってたんです ですから普通の,その一般市民はですね働く必要がなかったんで数学やったり哲学やったりあるいは演劇やったりまあそんな風にしてまあ文明が栄えたということもあったんですがまあ歴史ということで言いますとですねえギリシャはですねヘロドトスという歴史家がえ歴史という本を書きましたこれがいい紀元前400年ぐらいですそして中国ではしまがねこれがやっぱ四季を書きましてこれが大体紀元前100年ぐらいですで。当時ののの同じ頃の日本の歴史は 全く謎に包まれていますと言いますのは日本には文字がなかったからです文字がないとね結局歴史は伝えようがないんですね人々のいろんな事跡とか行いとかあるいは経験とかそういうものはもう口伝えでしか伝えられない えー、口伝えといううのはやっぱどうしても限界があります文字に残すというのはねある意味その知識の伝達になりますから残念ながらだから当時の日本の歴史はもう全くよく分かっていません。で、えー、そうこうするうちにですね弥生時代を迎えますなぜ弥生時代と言いますかと言いますと最初に弥生式土器発見されたのが当時の東京府本郷区の弥生町から発見されたんで弥生時代と。 もう本当に、ね、ネーミングがかなり当時はずさんやったなと思います縄文時代の時はね縄目模様がついているからこれは縄文時代というふうにしたんですが、えー、弥生時代はたまたま発見されたのが弥生町やったから弥生時代と、まあえー、かなり、まあ、えっかけなネームですがでこの弥生時代がいつぐらいから始まったかっていうのは結構諸説あります。 弥生時代は水道工作と言いまして、ね、この水田ですね、えー、それの工作が始まった時から弥生時代が始まったとされてますこれがですねどんどん最近の研究によれば紀元前10世紀ぐらいからどうも九州あたりで稲作が始まったと そういうい的資料がありますですから弥生時代は昔はもうちょっと新しかったんですが最近はですね弥生時代は紀元前10世紀ぐらいからも弥生時代と考えてもいいんじゃないかというの説が今思いになっています。で水道工作なんですがこれはですね昔は朝鮮半島から渡ってきたと考えられてました。 ですからねよくこう韓国人が「お前ら日本はわしらがいろいろ伝えたったから言ってねこう偉そうに言われとったんですがどうも最近の研究によるとですね日本の稲はですね中国の長江流域まあ子荒ですねその辺から入ってきたと言われてます。でこれはその稲のすねで逆に日本の稲作が朝鮮半島に渡ったという説が今のところ有力です。さてそこで そのよく言われる弥生人と縄文人なんですが、これはね、これはね、非常に説があります。いろんな説があります。よかったら YouTube チャンネル登録をしてください。それでは。